よっしゃ、ゲームやっていくぜ。どうも、ライスゲームズのライスでーす。よっしゃ、4月になりました。よーし、今回からは、年下、唯一年下の、田村ゆかりさんの声優さんである、メイさんが登場する年ですね。とりあえず、登場するまで適当に、時間を潰そうかなと思っております。今回は4月はね、進級して八重さんと同じクラスになり、光が爆弾を持ち、メイが科学部を乗っ取るイベントが発生し、脳電部を退部し、茶道部に入るという感じでやっていきたいと思っております。さあ、メイね、どんな感じだか、ちょっとね、楽しみなんだよな。どんな感じになるのかっていうのがね。今日から新学期。お、来るんじゃない？そろそろ。メイが。お、来るぞ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 ー。なんだ？グランドの方が騒がしいな。行ってみるか。これね、いいよね。来るぞ。はい。随分と下賤な学校なのだ。申し訳ございません、メイさん。まあ、良い。ほんとだ、よく聞くとほんと、田村ゆかりだ。ギギ。へえ、どこ？あれは修道院家の紋章。あの娘、修道院家のお嬢様か。なんで響きの高校に。まあいいや、触らんたか神にたたりなしだな。多分ね、主人公に会いに来たんだと思うよ。あのね、あのちょっとね、最初の時に会った時のね、あるね。聞こえんのか？聞こえませーん。あ、お、俺ちょうど良い。校長室に案内するのだ。ちょうどって、ついでにメイのカバンを持つのだ。メイのカバンを持てるとは。ペロペロするよめっちゃペロペロするぞ。持っとうところペロペロするぞ。なんで俺が拳銃はいかんな、チャカはいかんな。また同じ、はい、でここは飛ばしまーす。でここでね、八重さんが同じクラスになるはず。じゃあ俺、あれ一文字になったぞ。やばいんじゃないか。ギャエさん転校するんじゃないか。あ、一文字さん、クラス一緒だね。あれ、あ、そうっすね。あー、やっぱ一文字出したの失敗だったか。失敗だったか。ここでね、ヤエがね、同じクラスにならないとちょっときついような気がするんだけど、大丈夫かな。じゃ、とりあえず、ここでセーブしとこうかな。あ、セーブできねえわ。セーブできねえし。ここで寝るか、一回。乗っ取りイベントが、科学部を、電脳部に乗っ取りイベントがあるから、それが終わった後に茶道部に入門だな。とりあえずセーブしよう。とりあえずここまででセーブしよう。で、次だな。で、ここセーブした後に、こっから分岐点がありそうな感じがするんだけどな。うわ、もうセーブ3つしかできないってきついな。とりあえずやろう。お、乗っ取りイベント来るんじゃない。来た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 。あ、修道院さん入部。入部？勘違いするでない。今からこの部は電脳部なのだ。なに？作の神、用意をするのだ。作の神、かしこまりました。ボタン一つでできるんやな。おお、パソコン部じゃねえか、普通に。あらら。石井さん、校長先生は認めてるの？別に構わんと言っていたのだ。イエーイ。そんなわけで、今から電脳部なのだ。何か問題のある？ありません。全く問題ありません。いいね、予定調和。で、ここで、電脳部を退部して、作動部に入りたいと思います。まあ、多分作動部に入る理由としては、水月さんが多分攻略難しいからかなと思っております。でもこれ光爆弾抱えたままだから、無視されます。はい、知ってます。これね、3、4回目ぐらいかな。よっしゃ。じゃあ、ここで、さて帰ろう。あ、光だ。はい、はい、これ無視。光のイベント多いな。はい。真顔。おい、真顔で。お、すげえ、コンピューターになってる。部活動をやめると。退部した。退部するのあっさりしてんな。で、作動部に入部しまーす。作動部は？うえぇ。光すぎて全然わからんな。
で、茶道部に入部すると。今顔、主人公の顔やばかったな、今。超やばかったな。ドアップで乗せようかっていうぐらい。あなたが茶道部に？珍しいこともあるわね。いいだろう、茶道部。俺、茶道はやったことないな。茶道も習字も絵も全くできないからな。で、4月はもうこれ以上何もないので、5月まで何もないので、ことこちゃんを、まあ、さっきのみなずきな、みなずきさんを、デートに、誘いたいと思います。デートは5月7日植物園のところにね、デートを誘いたいと思っております。で、ね、多分ね、ダブルデートが5月14日にあるんですけど、これがね、光とね、多分ね、八重じゃなくてね、一文字になると思うんだよな、この予定表では。予定表では光と八重さんになってるけど、一文字になる可能性が高いんだよな。なんでかって言ったら、同じクラスメイトになったから、うん、そんな感じがするな。なんするんだっけ。電話だ、電話できねえ。とりあえず進めていこうか、平日か。一文字は出しちゃったかな。くっそ、マジで一文字ミスったな。で、多分ね、一文字じゃなくてもね、あれ、白雪さんになってた可能性もあるんだよな。俺先に出しちゃったから。まあちょっとね、予定狂っちゃったけど、それでもいいかなと思っております。はい、深海どうぜ。もちろん。まあ、白雪さんも可愛いな。もう俺ダメだな、やばいな。ニコニコのニュースで、なぜ今の男性はセックスレスになったのかみたいなね、のをね、淡々とね、買い取ってね、それはね、ときメモと初音ミクが原因みたいな。まあ、ギャルゲーが原因みたいなね、そういうのもあるかもしれないな。うん、俺はそんなことないはずなんだけどな。ということで、ことこちゃんを電話で誘う。まあ、セーブは前回、前の日にしたから、かたこちゃん、僕とデートしようよ。ね、かたこちゃん。で、こっからはね、あんまりカットしなくてもね、いいような感じがしますね。2年目からはね、本格的なね、ギャルゲーとしてね、動けるから。ただ、断られたら、3、4、5ってデート誘わんでいいんかな。連続デートをすると、断られにくい感じなんですよね。で、評価も高いって感じだからね、大丈夫かな。そうね、原さん、うわびっくりした、原残念とか言うなよ。バカ野郎。その日は大丈夫そうよ。それじゃあ5月7月の週にしようということで、オッケー。まあ、この約束忘れてても、私は私で勝手に。うわ、これ断ってみたいな。死ねとか言われるかな、もしいかんやったりしたら。よし、ではここまで何もないのでカットしまーす。あ、やべえ、爆弾が爆発した。大丈夫かな。なんだか俺が誰か女の子をひどく続けたということになってくるし、とにかく匠に電話して聞いてみよう。あー、これな、多分な、光なんだよな。分かってるけどさ、うるさいよ、もうこれ分かってるよ。はいはい、光だよな。はい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 、光だけでよかったわ。爆発したな、完全に。はいと、みなずきさんとデート行っていきたいと思います。どんなツンデレを見られるか。遅いな、もう少し待ってみるか。どんなツンデレを見られるんだ。来ないな、から、え、あ、最初ボイコットされるの。マジか、それはびっくりだな。うわ、ボイコットされるよ最初。うわ、知らんやったわ。大丈夫かな、これ。はいはいっと。もしもし。あ、純かどうしたんだ一体。俺、一文字さんのこと好きなんだ。一文字か、そうなんだ。俺、そうだよな。頑張れよ、誘えよ。あれ、ダブルデートがないぞ。大丈夫かこれ。ダブルデートがなかったな。どうしようかな。ちょっと予定がすごい狂ってるな。どうしようかな。まあ、光は放置しても大丈夫だから、ちょっと電話して、どうしようかな。予定にはなかったですが、ちょっと、八重さんを、ちょっと、あれか、
電話して誘う。あの植物園か、植物園行こうか。はい。うわー最悪だー。最悪だ、もうリセットしようかな。お、来たー。今八重さんにボーリング場行こうぜっていうことを誘ってます。それじゃあ5月3日に駅前広場で待ち合わせということで、やったぜ。まあ多分見たと思うんですけど、ダブルデートがちょっとねなかったので、八重さんにね、誘ってます。でもうこのまま八重さんをもうちょっとだんだん行こうかなと。じゃんじゃんね。何か急用？はい、4日。これ連続ですると高いんだよね、確かな。その日は。お、来たー。いいねー。よっしゃ、もうデートしまく。おー、いいね。デートデート。デート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 だよ。もうセーブしよう。これいいやろ、セーブしても。いや、待てよ。とりあえず1にセーブしよう。13でセーブするのは怖いからな。13が固定のな、セーブだからな。よし、じゃあデートデートデートだな。まあダブルデートがなかったからしょうがないよね。よっしゃー、とりあえず出るか。うん、とりあえずね、体調がそんなに良くない。67はあんま良くないからな。で、クリスマスまでにな、用紙をね、100にしないといけないからな。ちょっとな、ちょっと11月はちょっと急がない。帰ってゲームするぜ。お、白雪さんだ。はい、関係ない。はい、と、八重さんとデート行ってきまーす。え？最初なんだっけ？ボーリング場か。ボーリング場ってどっちやだ、どっちやだ。いや、多分駅前でいいやろ。大丈夫かな。やべえ、またリセット。うわ、どっちだ。いや、もう少し待とう。はっ、危ねえ。ごめんなさい、出かけに。危ねえ、びっくりした。俺間違えたかと思ったわ。ボーリングって単純な感じだけど、やり始めると燃えるよね。そう。さあ、とにかく入ろう。あ、また一本残って。あ、おっと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 、やっと、八重さん。うわ、俺ならどれ選ぶかな。でも簡単なところだから、またスペアだよ。いつも一本残すってすごく運が悪いのかな。うわ、これ結構難しいよな、普通に考えたら。だからここはね、女の子を褒めるのが一番いいんだよ。10本中9本でも倒せば立派なものだよ。俺ね、俺ならね、正直に一番上を選ぶかな。はい、10本中1本でも。はい、そう考えると、そうだよ、バッチリだよ。飯食いこうぜ、飯。今日は本当にありがとう。楽しく、ここで。また明日ね。よーし、さ、デートだな。あ、いいね。これ連続デートだとな、いい感じになるんだよな。まだ服が変わらないということは、まだあれだな、好感度がそんなに上がってないってことだな。どんどん誘わないとな。ここはいつも季節の花と、緑でいっぱいだね。私好き、入りましょう。だろ、俺のことも好きでしゅ。あ、そうしよう。なんだこれ、なんだ俺。ここにはよくあんまり来ないんだよな。で、俺植物園、ま、行ったことないけど、多分好きなんだろうな。本とか持って行ったら楽しそうだよな、実際。これさ、まあ今パッとチラッチラッと読んだんだけど、たまには食うけどやっぱり退屈かなって。これ絶対ダメだろ。だってさ、植物園さ、好きって言ったのをさ、言った後にさ、これ一番下選んだらさ、お前なんだよ、なんで来たんだよってなるじゃん。で、この真ん中の質問は絶対ないな。ここだな。うん。嘘でもいい気言っとけ。俺初めてだけどなってなるけどな。うん。緑に囲まれてるとほっとするんだ。私も優しく慰めてくれてるような気がする。今植物園ってあるんかな。ないよな。多分ないでしょ。昔はあったよ。あったかどうかもわからん。本当にありがとう。楽しかった。また絶対。絶対誘うから。じゃねー。これ能力値大丈夫かな。デートばっかり行ってるけど。7月7日のデートがないしな。八重さん行ってもいいよね。で、7月7日はことこちゃん。あ、5月7日はことこちゃんだろ。これ電話するか。能力値そんなにね、低くはないと思うんだよな、この時点で。だから、電話してもいいと思うんだけどな。いや待てよ。
セールできてないから、いやーここは行くでしょ、行っちゃうか、行っちゃう行っちゃおう。待って、カレンダーを先見よう、カレンダーを先見て、ことこちゃんどうしようかな、晴れではないか、断られるだろうな、どうしようかな。いやここは一旦寝るか、次だな、次デートしまくろう、もう攻略サイトいいや攻略サイトいいや、とりあえずどうしようかな、とりあえず勉強して、でセーブしよう、一旦セーブだな、一旦セーブして、デートに誘うと。これ平日じゃないとね、セーブができないのがきついんだよな。はい、光る、はい、はい、はい、爆弾持ちの光るな。あー、光、あ、爆発したらあれなんだ、結構機嫌治るんだ。それは初耳だな。あー、誰か持ってるぞ、爆弾。ちょっとセーブして、巧みに聞こうと思ったけど、セーブできねー。みなずきさん、これね、ボイコットされるからね。これは知ってるから。で、とりあえず一旦、2番にセーブしよう。で、次の週で、たくみに電話して、たくみ、女の子の評価教えてくれよ。うん、こんな感じだよ。やばくないっすか？めっちゃ怒ってるじゃん。やばい。めっちゃ怒ってるじゃん。あれ？これが通常なの？うわ、爆弾抱えてるじゃん。かえでこちゃん。あー、そういうことか。うわうわ、これやばくないっすか？これ、うわ、どうやって攻略するのこれ。マジで？みんなこんなになってるよ。ちょっとさ、あれなんじゃないか？デートが足りないんじゃないか？うわ、どうしようかな。うわ、このゲーム本当に難しいな。とりあえずどうしようかな。困ったな。爆弾持ってるんか。まあ、ここは、消すんで、とりあえずやり直します。はい、4月30日までちょっと戻ってきました。まあ、デートした後に、誰だっけ？さくらちゃんに電話して、爆弾がつく前に、まあ、なんとかしてやろうという感じでやっていこうと思います。まあ、これはカットします。はい、で、ここの、5月かどうしようかなって考えたところを、さくらちゃんのデートを誘うとかいう感じで、多分ね、スタジアムとかだったら誘ってくれる、OK してくれるような気がするんだけど、どうですか、スタジアム。はっ、あ、来たー、よーし、どやー、めっちゃドヤ顔。いいぞ、いいぞ。こっからだな。で、この、みなずきさんのデートは、ボイコットされるんで分かってます。お待たせ。来たよ、みんな。おい、来たぞ、おい。来たぞ。お、来たぞ、あれ？遅刻の理由、聞かないの？野暮なことは、しないぜ。特に聞きたくないから、俺も遅刻する時だってあるし、こうして会えたんだから。そう、ならよかったわ。みなずきさんを責める気はしないよ。なんてイケメンなんだこいつは。俺ならめっちゃ文句言うけどな。ここの植物園かなり種類が豊富みたいなんだよ。それは大変結構なことね。早速入りましょう。うわ、主人公イケメンだな、マジで。しっかりと手入れされてるわ。自力じゃなかなか咲けない花もありそうよね。うわー、俺これね、この中やったらどれ選ぶかな。こりゃ管理が大変だろうね。こんな風に整理されてると美しいね。うわー、難しいな。俺ならどれ選ぶんだろうな。これ一番上俺選びそうだな、実際な。でも正解はこれで、それは一輪でも不思議なものがいいな。その通りね。野山で見つけた時の感動がいいのよ。なかなか感性。どや、神だからね。大げさに言いたくないけど、すごく楽しかったわ。
これ完全に落ちただろ。完全に落ちただろ、こんなの。これで落ちてたよ、女の子が思ったら。見てみたいわ。ということで、ここで一旦セーブしたいと思います。これ13番目にセーブしても大丈夫だと思うよ。はいと、カエデコちゃんとゲート行ってきまーす。いいね、呼び方を変えたらカエデコちゃんって表示になるっていうのはいいね。お、やっぱ変わってる。やった、ずいぶん早いんだね。待たしちゃったかな。うん、それより会えてよかった。待ち合わせ場所。カエデコちゃん気遣ってくれるんだな。違ってなくてよかった。じゃあ行こうか。なんだっけ、スタジアムか。このスタジアム今日は野球やってるんだ。かなり席のチケットが取れたよ。とっても嬉しい。もう最高な気分ね。あ、これで二子満塁。お、二子満塁。うわー、どうなるんだろう。これはもうやべえことになるぞ。やべえことになるぞってどういうことやね。わかんないよ、そんなのと絶対ないわ。あのバッターなら打ちそうだね。あー、2番目かな、俺なら。逆転勝ちって好きなんだよな、俺。あー、どっちでもいいんだ。あのバッターなら打ちそうだね。あのピッチャーなら打ちそうだ。どっちでもいいんか。どっちともね、丸なんだよな。さて、これは選択肢は別にどっちもいいな。俺ね、バッターなんだよな。そうね。気迫は十分だわ。でも外角が弱そうだから、ちょっとわからないかな。引っ張れ、引っ張れ。引っ張りだ方だ。楽しかったよ。またそのうち誘ってね。イエーイ、また誘うよ。で、今回は八重さんの誕生日か。じゃあこの八重さんの誕生日の前で終わろうかな。今回は、今回はここまでにしたいと思っております。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画もよろしくお願いします。じゃあねー。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。